下法の夢。入学してすぐ仲良くなった仲間二人、佐伯と中島。大学が夏休みに入ってなんとなく暇だったんで、彼らと一緒に佐伯の親戚がやっている某山陰地方の民宿に2泊の予定で旅行に行くことにした。町に着いて何気に日の落ちかけた外を車窓から眺めていた。すると、昭和初期頃のような、妙に古臭い格好をした小学生くらいの集団が、テトラポットの周りに集まっているのが見えた。俺は、まあ田舎だし、あんな格好も不思議じゃないのかな、と思って、その時は特に気にせずにいた。それに、運転していた佐伯も、助手席の中島も、特にそれには気がついていなかったようなんで、話題にすることもなかった。宿に着いて、感じの良さそうな佐伯の親戚のおじさんとおばさん夫婦にも歓迎してもらった。佐伯の友達ということもあり、海の幸満載の豪勢な飯を食っていると、中島が唐突に話を切り出した。なあ、さっき海沿い走っていた時さ、小学生くらいの集団いただろ？あれなんか、気味悪くなかった？と。佐伯は見ていなかったらしくて、何それ？と興味津々。俺は、見かけたは見たけど、特に不審には見えなかったんで。見たけど別に変ではなかったぞ、と返した。すると中島は、こう問い詰めてきた。お前、気がつかなかったのか？あの子たち全員、道路の方を向いていたけど、顔を見なかったのか？俺は内心、ああ、こいつ暇だから、肝試しでもしたいのか？と思って、話半分に聞き流し、俺は視力悪いし、ほんの数秒のことだったんで、特に注意して見ていたわけじゃないから、と返した。すると中島は、こう語り出した。あいつら全員無表情で、道の反対側の山をじっと見つめていたんだよ。子供だったら、普通はふざけたり騒いだりしてさ、大人が引率でもしているんだったらわかるけど、子供だけで普通、あんなに整然とはしていないだろう。だから気味が悪かったんだが、俺はどうせネタだろうと思っていたわけだが、飯食い終わって部屋に戻っても、しきりに中島がその話をする。佐伯も、この辺りはあまり来たことがないらしくて、地理には詳しくなく、興味津々で話を聞いているんで、あまり乗り気ではなかった。だが二人の提案によって、その場所へもう一度行ってみることになった。時間は夜9時頃。外にはもう車もほとんど通っていない。海沿いの町に街灯がポツポツとあるだけの場所を15分ほど歩くと、意外に早く目撃現場に到着することができた。昼間は気がつかなかったが、テトラポットのある海岸の手前に、どうも何かの資材置き場と車が4、5台止めることができそうな広場があった。懐中電灯で照らしてみると、意外と広い場所であることが分かった。中島が、だいたいこっちの方向から反対側の山を見ていたんだよな。ちょうどこんな感じ、と言って、テトラポットに乗って、現場検証みたいなことをしている。すると佐伯が、おい、こっち来てみろ、と、広場の反対側の端の方へ、俺たちを呼び寄せた。行ってみると、その場所には、
何か道祖神とも地蔵とも違う。変な少し大きめの石像が木造の祠の中に置いてあった。石像そのものはかなり古めかしいのだが、周囲はきれいに整備されており、お供え物とかお札のようなものも置いてあった。しばらく各々が好きなように散策し、俺が祠の横の方に回っていろいろ見ていると、そこの奥の林の方から何か人の話し声がすることに気がついた。しばらくして佐伯と中島もそのことに気がついたらしく、耳を澄ませて聞いていると、何か子供とも大人とも判別がつかない女の声で、る、まった、はた、よ、と繰り返し喋っていることがかろうじてわかった。俺も佐伯も中島も気味が悪くなり、後ずさりして逃げようとしていると、声がこちらに気がついたらしく、茂みがガサガサと揺れ始め、さっきの声がどんどん近くなってきた。さらに声はさっきの繰り返しから、だんだんと赤ん坊の泣き声のような、あるいは動物の泣き声のようなものに変わった。しかもあちこちから複数聞こえ始め、おまけに何か動物園に行った時に匂うような獣臭までし始めた。俺たちはさすがに、今みんなシャレにならない事態に陥っていることが自覚できた。佐伯が、なんかこれやべえよ、逃げろ、と叫んだのを合図に、全員が全速力でダッシュ。広場を抜けてガードレールを飛び越え、民家の方へ猛スピードで逃げ出した。しばらく走って、街灯のある明るい場所で息を切らせ、あまりの出来事に全員無言で休憩していた。すると、俺たちが逃げてきた方から、60代くらいのおじいさん二人と、40代くらいのおっさんが三人、大声で問い詰めながらこっちになってきた。お前ら、こんなとこで何してる？〇〇言ったんじゃないだろうな。〇〇は聞き取ることができなかった。俺たちは全速力で逃げてきてへばっていたし、別に何かいたずらをしたわけでもないので、小屋と祠みたいなものがある場所になら行った、と正直に話をすると、おじいさんのうちの一人が真剣な顔で問い詰めてきた。お前たちはどこから来た？ここのもんじゃないな。何を見た？正直に言ってみなさい。すると、もう一人のおじいさんが言った。ここじゃあ丸々。また聞き取ることはできなかった。〇〇にも近いし、とりあえず公民館に行こう。そこでゆっくり話してもらおう。棟梁が神主さん呼びに行ったから、公民館で合流しよう。と。公民館について、それまでに佐々木が民宿のことなども話していたんで、民宿のおじさんもやってきており、さらに、さっきの人たち以外の町の人4人、それと神主さんらしき人も集まり出した。俺たちは何か大ごとに巻き込まれたんじゃないかと、今更ながら不安になってきていた。しばらくして、さっきのおじいさんやおっさん、神主さんたちの話がまとまったらしく、神主さんが俺たちに、あんたらは、この出来事の矛先ではないから、多分大丈夫だとは思うが、念のため、今日明日は、うちの敷地内で過ごしなさい。その間に何か変なことがあっても、うちにいれば大丈夫だから、と言ってきた。俺たちは何の事情があるのかもさっぱりわからないし、何よりそんなこと言われてしまったら余計に不安になるのだが、文句や逆らっても何の解決にもならなさそうだし、何より実際にやばい体験してしまった後だと。また、みんなすごく真剣だったんで、素直に言われたままにすることにした。
その夜、神社の敷地内の建物に通された俺たちは、一体何がどうなっているのかもわからずに不安なまま、まあ悩んでいても仕方がないかということになり、その日はそのまま寝ることにした。しばらく目をつむっていると、俺はうとうとしてきて、意外とすんなりと寝ることができたのだが、その日は凄まじい悪夢を見た。夢の中で十数人の男たちが、聞いたこともない変ななまったような言葉を喋りながら、小学生くらいの集団を襲っている。まさに、鬼畜の所業というにふさわしい惨劇が繰り広げられていた。何人かはそのまま死んでしまったらしく、全く動かない子供もいて、俺はそれをどうすることもできずに、ただ見せられていた。とんでもない悪夢を見たせいか、俺はまだ暗いうちに目が覚め、汗をびっしょりとかいていたのだが、どうも佐伯や中島も悪夢を見ているらしく、明らかにうなされているようで、同じように汗まみれになっていた。朝、佐伯と中島が起き始めてきたんで、夜の出来事を話してみると、二人とも俺と同じ夢を見たらしく、三人で話し合って、神主さんのところに行って問い詰めて、何が何でも事の真相を聞き出そうということになった。同じ敷地内にある神主さんの家に行き、昨日の夕方から今朝にかけてのことを話し、話せる言葉すべて話してほしいと必死に頼むと、神主さんは、そうかと言って、ことのあらましを話してくれた。ここからの話はうろ覚えなので、間違っている部分や、史実とは合わない部分もあるかも。ことの発端は予想通り、昭和初期頃に起きていた。その当時この漁港はかなり活気があって、町の外からもかなりの出稼ぎ労働者などを受け入れていたらしい。どうも特定の一地域から大量に受け入れたらしいが、詳しくは教えてくれなかった。当時の地元の人たちは方言の違いからか、うまくコミュニケーションが取れないので、受け入れには反対だったらしいが、当時の県の意向で、半ば強制的に受け入れが決まったらしい。そんな中で、俺たちが夢で見た惨劇が発生し、数人の死者も出ていたらしい。その後、そんな事件があったため、公式な受け入れは中止になったのだが、犯罪に加担した者のうち、捕まったのは数人。あとはどこかへ逃げてしまって、結局捕まらず。さらにそういった出稼ぎの人たちが、さらに仲間や家族を呼び寄せ、もう追い出すこともできなくなってしまっていた。それからそれでもなんとかなっていたんだが、昭和21年から23年頃にかけ、また問題が起きてしまった。その時は犯罪というよりも暴動に近く、戦後間もなくて、警察の力も弱く、社会も混乱しており、何より戦争で男手が少なかったため、暴動に歯止めがかからず、家族を殺された者、土地や財産を奪われた者も出たとのこと。そしてその被害に遭った人の中に、俺が夢で見た出来事で被害に遭った女性もおり、その時に夫と子供を殺されていたらしい。女性は事件が原因で少し精神的におかしくなってしまい、しばらくして町からいなくなっていたが、事件から十数年ほどして突然町に戻り、その後はずっとこの町で見かけ上は普通に暮らしていたんだが、数年前突然自ら命を絶ってしまったとのこと。後から分かったことだが、その女性、十数年の間、どこかで下法、妖術や呪いを学んでいたらしく、どうもずっとその呪いを数十年間も行い続け、その痕跡は死後いくつか発見されている。
最初に被害に遭った子供たち、それと次の事件で被害に遭った子供たちの墓を暴き、その遺骨を集めて一箇所に集め、さらにその呪いのために小動物を捕まえてきては殺していたらしく、死後その女性の家の軒下から大量の骨とお札、それと俺たちが見た石像が発見され、骨はその神主さんと近くのお寺で供養して埋め直し、石像は不吉だということで破壊しようとしたのだが、いろいろとあって壊すことができず、あの場所に安置して祀ることになり、現在に至る。ここまでが神主さんが話してくれた内容。そしてこの呪いというか下法は、その女性を不幸にした人々に向かうはずのもので、関係ない俺たちに何か危害があるとも思えなかったのだが、その女性が自ら命を絶って以来、町のあちこちでその女性の目撃証言があること、また石像を安置した場所でもおかしなことが何度も起きているんで、一応念のために来てもらったら、まさにそれが奇遇ではなく実際に起きてしまったと。その後俺たちはその神社でお祓いをしてもらい、半世紀近くも行われ続けた呪いなんで念のためということで、そこの神主さんの紹介で大きな神社でも数日がかりでお祓いを受けることになった。そして最近の親戚のおじさんから、いろいろあるだろうけど、もうここのことは忘れろ。もうこことは関わり合いにはならない方がいいと念を押された。結局、その呪いがどんなものなのか、どういうことが起きるのか、そういった詳細は全くわからないけど、あの時の状況や町の人たちの話からして、今でも呪いは続いている。あるいは、これから発生する類のものだと思われる。ちなみに俺や中島は、もうあれ以降、変な出来事には遭遇していないのだが、最近は今でも、妙な夢を数ヶ月おきに見ているらしい。夢の内容は、詳しくは聞いていないが、どうも、あの時見たものとは別で、例の女性らしき人物が出てくるもので、もうすぐ来る、といったようなことを、言い続けている夢だとのこと。皆様、ルルナルでございます。不定期になるかもしれませんが、お昼の怪談少しずつ復活していきたいと思います。まだね、ちょっと病院でこそっとお話ししてるんですけど、まあ来週にはね、一旦の多分退院になると思います。まあ現状としてまだその肺カメラですね、を飲んだ結果が数週間かかってしまうということと、結局現時点では明確なその治療方法がない、抗生剤を打つくらいしかないんですよ。結核菌もあるし、例えば抗生剤でその普通の肺炎は解消されても結核の方が出てくるかもしれないとかで、気質化肺炎っていう可能性もあるんですけど、それにはステロイドを飲まなきゃ、まあ、投与せなきゃいけないんですけど、それをやってしまうと、もし結核の方がひどくなってくると、結核はステロイドがなんかかなりダメみたいで、もう今、何やったらっていうのははっきりとね、まあ、肺がんの可能性も、嫌ですけど、これはゼロではない。というところで、今できることがないので、まあ、いてもね、お金かかっていくだけですし、抗生剤の点滴であれば、まあ、飲み薬でもっていうこともあるので、多分来週早々くらいにはなぁと思っていますのでね。まあ、そんな感じでございます。まあ、ただ血液の炎症とかは収まってるので、倦怠感ですとか、発熱はなくなったのでね。ということで、はい、今日のお話でございます。今日の下法の夢ですね。これね、なかなか深いお話なんですよね。実際まあ、今、この我が国でもいろいろ問題になってるじゃないですか。ね、埼玉県の川口市のことですとか、まあ、ニュースを開くと結構ね、梨を盗んだとか、
収穫前の梨を盗んだとか、その保険証とか、その診断書を偽装したとかね、日本の方じゃない方々、ね、外から来た方々がいろいろやっぱり荒らしてますよね。で、実際その、被害に遭った方々っていうのはもうね、一生懸命梨を育てて、さあ収穫だ。ね、本当に一年か、まあ一年、丸々一年かどうかちょっとね、その収穫物によって違うかもしれませんが、それでもいろんな準備含めて丸々一年かけて、栽培してきて、いろんなね、手間暇かけて、そのブランドを守るためにね、本当に苦労して、自然災害とも戦って、やっと収穫だっていう直前で、無造作に刈り取っていって、そこらのね、どっかの、なんか東京とかの屋台って、安いよ安いよって言ってるような、前ありましたよね、問題になって。でも多分厳罰に処されてないんですよね。被害に遭った人間からしたら、もう正直まあ、強い殺意を感じるでしょうね。この言葉ちょっと悪いかもしれませんけど。自分だったら多分そうなります。で、それって今回のこの下法の夢にも近いものがね、政策だから受け入れた。でもそこでやっぱりその、好き勝手をする。で、家族とか連れ込んでいるから、もう追い出すこともできない。なんか川口市とかそんな感じがしますよね。これってやっぱりね、同じその、今であればね、同じ日本の中ではないでしょうけど、昔だったら、同じ日本であってもね、その、交流がそこまで盛んじゃない地域もあるから、こういうことが起きてしまう。ということを考えてしまうと、やっぱり昔からある問題ではあるけど、こういうふうに不幸になっていって、もう呪うしかないという状態になる人が出てくるんだよっていうことを考えるとね、深いお話だったなと思います。まあ、早急に何とかしなきゃいけないですよね、その、やっぱりその、すごい冷たいかもしれませんけど、すべての人が幸せになる方法というのは、やっぱりないんですよね。この世の中に。僕はないと思ってます。で、やっぱりそれぞれの国があって、事情はそれぞれ違う。けど、国とかね、地域があって事情は違うけど、でもやっぱりその、それでも優先っていうのはあって、その、そこの中にね、その優先はなんだって言ってしまうと、やっぱりそれぞれの国の人間なんですよね。それぞれの地域の人間なんですよね。で、それは例えば狭い中で言ってしまうと、町であったり、市であったり、県であったり、ね、そういうのもあると思います。なのでね、みんなが平和、みんなが幸せっていうのはすごく理想なんだけど、それは、まあ大人になってくとやっぱりね、皆さんもわかると思うんですけど、そんなものは夢物語だっていうところで、理想はいいんだけど、でも現実にそれやってしまうと、誰かが犠牲にならなきゃいけないっていうね、その犠牲も下手すればその人生失わなきゃいけないような犠牲になるかもしれないとかね。まあ今入院してるから余計なことをいろいろ考えるわけですよ。ね、燃え上がれ兵庫県みたいなね、今なってますけど、今日はなんか百条委員会で、すごいね、あの人。っていう話をまたライブでしようと思います。ということで皆さんありがとうございます。またお会いしましょう。じゃあね。おはなるこんでした。